別に理由があったわけじゃない。もう殺す殺すって君はそればっかりだね。誰かとそっくりだ。静かに話したい。君と話したかったのは僕らの方さ。エルディアの問題を解決するのに争いは無用だ。俺が何をしようと何を選ぼうと、それは俺の自由意志が選択したものだ。イエレナと密会した後の行動もエレンの自由意志なの？そうだ。いいえ、あなたは操られている。そして誰よりも私たちを思い大切にしてきた。俺は自由だ。そうでしょ。あの山小屋で私を助けてくれたのは、マフラーを巻いてくれたのはあなたが優しいからでしょ。手はテーブルの上に置けと言っただろう。俺はレベリオでジークと話をした。兄弟水入らずだな。ない。要するに違う。私は本来の自分を失い、ただ命令に従うためだけに作られた一族、つまりは奴隷だ。やめろエレン。俺がこの世で一番嫌いなものがわかるか。不自由なやつだよ。もしくは家畜だ。エレン、そいつを見ただけでムカムカしてしょうがなかった。その理由がやっとわかったよ。何の疑問も抱かず、ただ命令に従うだけの奴隷が見るに耐えなかった。俺はガキの頃からずっとミカサ、お前が大嫌いだった。